はい、どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、またちょっとお人形さんなんですけど、またこうボリュームアップの出し方をやっていきます。ここのボリュームアップです。結構ここペタンってなったりとかする方って結構多いかなと思うんですけど、これを、今回はストレートアイロンとあとブラシだけでボリュームアップします。結構まあ簡単なやり方で、朝時間がない時とかでもこうアイロン入れてやるだけで結構ふわっとなる方法なので、水に濡らすの面倒な方とかよかったら参考にしてみてください。それでは動画を始めていきます。はい、これがビフォアの段階です。この状態からボリュームアップしていきます。はい、じゃあ大体取る位置ですね、トップの本当にボリュームが欲しいところを大体このぐらいですね。幅も大体このぐらいの幅で取り分けていきます。じゃあまずボリュームが欲しいところを取り分けます。まあ人によってなんか大体この辺が欲しいっていうのはあると思うんですけど、まあ大体大雑把にこのぐらいのところをボリューム出すような感じでやっていきます。で、ここの取ったところをまず半分に分けて、上はちょっととりあえずダッカールで止めておきます。で、まず下の部分ですねを取り分けて、だいたい幅多くても3センチぐらいがベストかなと思いますので、3センチぐらいの幅で、で、しっかりとまずは溶かして、次にストレートアイロンですねを入れていきます。根元からなるべくストレートアイロンを入れていきます。3回4回ぐらいアイロン通して髪の毛が温まった状態で、すぐにブラシですね、で通して絡ましていきます。こんな感じでブラシを絡ましてます。で、だいたいまあ10秒から15秒ぐらいちょっと熱を冷ますみたいな感じで置いておきます。で、10秒から15秒時間を置いたらこれを外していきます。するとこれぐらいの高さのボリュームが出てきます。次、トップの上の部分ですねも同様にしっかりと溶かしてストレートアイロンで根元付近から通していきます。3回4回ぐらい結構しっかりと温まった状態で、次にブラシを根元に入れて絡ましておきます。このまま10秒から15秒置きます。ではこれで外していきます。すると根元にこの立ち上がりが今出てる状態になってます。こんな感じで今出てる感じになってます。で、ボリュームが出にくい方はドライヤーとかで送風、冷たい風でちょっと冷やしてあげるとボリュームが出やすいです。で、根元の立ち上がりをキープするときはスプレー、今回はエルネットのスプレーでやっていきます。を少し根元を持ち上げて内側にスプレーをかけてあげる、中にこう空気を入れる感じですね。で、やってあげるとふんわりが結構持続します。で、より持続させたい方はスプレーをこのブラシを外す時にこの根元のここですね、立ち上がりたいところにスプレーをかけてあげます。で、そのまま外してあげるとよりふんわり感が持続しやすくなります。こんな感じでボリュームアップができました。今回はまあバッグのつむじあたりの部分をボリュームアップしてるんですけど、あのトップの一番ペタッとしやすいところも結構この方法だとボリュームが出やすいかなと思いますので、
よかったら参考にしてみてください。